HJT-16 キラン、HAL キランマーク 2U2469、オブザ、スーリアキラン HJT-16 は、インドのヒンドスタン航空機が開発した、ジェット中東練習機。愛称は、キラン。1964年9月4日に初飛行した、インドが初めて自力で、設計開発したジェット機。 空軍の要求により1961年4月から設計作業が始められ、超音速戦闘機 HF-24 マルートと時期が重なったため試験が遅延するなどの障害を乗り越えて1964年9月4日に初飛行にこぎつけた。主翼は低翼配置の直線翼、並列複座、胴体交尾にイギリス製パイパーエンジン1機を装備し、 エアインテークは主翼前縁に近い胴体側面にある。イギリスのジェット練習機、ジェットプロボストと同様の配置である。外形、性能ともに平凡な仕上がりだが、初めての自国開発ジェット機ということで、インドにとっては記念碑的な機体であり、1970年に大阪で開かれた日本万国博覧会のインド館にも展示されていた。最初の開発型マーク1のほか。 後に翼にハードポイントを追加した、軽攻撃危険用型のマーク 1A が生産された。さらに、ハードポイントを増加させ 7.6mm 基銃を内蔵し、より大出力なオーフィウスにエンジンを換装した、高等練習機型のマーク2も派生している。マーク2の後継としては、A ホーク練習機が採用され、中東練習任務においては、インド国産の後継機。 HJT-36 スターラの導入が開始されているため、本機は順次退役する予定になっている。開発国のインドのほかに、ミャンマーに中古の機体が輸出された。ありがとうございます。